はい、どうもプレイヤータカです。今回は、9月22日、セレクトボックスやってきましたということで、今回のセレブはね、かんなり豪華になってます。めっちゃ伸ばしすぎましたけどね。かんなりとね、結構ね、伸ばしすぎましたが、今回のセレクトボックスの中身、紹介していきましょう。まあ、ちょっと画面には大きく出しますが、ほい。今回の積むリストは、まずね、この一個前の、動画で紹介しましたアンセムとゼムナス、ボイス付き、今回初ですね、ボイス付きということで、初めの方はまあボイス付いてなかったんですけど、今回初追加ボイス付きということで登場します。で、あとは今回、動画の見物となるアクアで、あとソラ、ロマンス野獣、オシャレマットハッター、忍者ドナルド、ランドール、ジャファー、ムーラン、アナ、マキシマスという感じで、計12体の、セレボとなってます。なんといってもやっぱり、キングダムハーツシリーズのツムが4体入って、また、曲付きじゃないわ。ボイス付きとなってるのが非常に豪華となってます。そこでですね、今回はね、特に優秀なツムとして、アクアを紹介していきたいなと思います。なぜこのツムが優秀かと言いますと、なんとね、まあノンアイテムでね、コイン稼ぎまたは、スコアを稼げるという、まあ、オールラウンダーツムなわけですよ。はい。やっぱりね、この中で見てみても、やっぱりアクアが飛び抜けてるかなっていう感じのツムなんで、そのアクアについてね、今回、紹介していこうかなと思います。まあ、アクアのスキルはですね、スキルを発動しましたら、アクアとシャドウのツムが2種類になります。まあこの2種類になる効果時間はスキルによって異なりますけど、まあ今回はスキルマックスなので計7秒間2種類になります。そしてアクアをつなげるとシャドウも巻き込んで大量召喚なっていきます。まあアクアがいなくなればね、シャドウをチェーンしてアクアをつなげれるように、まあ調整するような形でプレイしていきましょう。シャドウは消してもあまり得点には反映されませんので、できるだけアクアを優先して消していきましょう。あともう一つ、フィーバーゲージの上ら辺にもう一つね、ゲージがありまして、シャドウを消していくとこのシャドウゲージがたまり、全部で3段階あるゲージをマックスにするとラスト必殺技を出して、画面上のね、シャドウを全消しするといったスキルになってます。まあ結構長々と喋っていきましたけど、まあ聞いたら、まあちんぷんかんぷんみたいな方もいらっしゃいますんで、簡単に言うとね、プレイ方法はマレフィセント系のスキルに若干似ている感じのプレイ方法でやっていけばいいかなっていう感じですね。はいね、まああとラスト技はね、爽快そのものそのもの、うん、簡単だけどこんなはずではそのものですね。はい、では早速プレイ動画の方へ行ってみましょう。
今回はノーアイテムでプレイしていますんで、ノーアイテムでも稼げるといったところをね、ぜひご覧になってください。ということで、アクアノーアイテムコイン稼ぎスコア出しプレイでレッツトゥムトゥム。これが真の力！はい、プレイの方は終了しまして、得点がギリギリでしたが、なんとか1000万点オーバーで、コインの方が4162枚という結果でした。これでまあノーアイテムでも十分すごい積むだということが伝わりましたでしょうか。まあ今回ね、実施したのがスキルマックスでしたけど、まあマレフィセント系のスキルが得意な方ならスキル4とかでもこのスコア、コインを超えていくであろうかなと思います。はい、今回のツムはこのアクア以外にもキングダムハーツツム3種ありましたよね。で、あとまあリストに入っていたロマンス野獣とかもね、まあそれなりに強いツムだと思うので、今回のボックスはコインがある方、またはコンプを目指されている方はいつ引くのか、今でしょっていうことで、まあ今回の動画は以上になります。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。それではさいなら。